画像は手越雄也と YOSHIKI。元、ニュースの手越雄也さんが、XJAPAN の YOSHIKI さんプロデュースのボーイズグループ、XY に加入決定。YOSHIKI さんと手越雄也さんは SNS で次のレコーディングを予告。YOSHIKI さんはさらに何か発表があると示唆。 画像は手越祐也と YOSHIKI。手越祐也さんは以前から x ジャパンのファンであり、YOSHIKI さんのピアノで歌うことが夢だと公言していました。その思いが届き、YOSHIKI さんにプロデュースされた XY というグループに昨年加入することが決まったそうです。画像は XY メンバー画像。YOSHIKI プロデュース。 YOSHIKI さんは以前から首に慢性的な痛みを抱えており、つい最近も首に人工椎間板を入れる手術を終えたばかり、近年は思うように音楽活動に注力できずにいました。今年から再び XY をプロデュースするにあたり、自身を慕って信頼ができる、かつスター性のある手越さんをメンバーに加入させて、さらなる飛躍を狙っているのでしょう。XY は昨年に、 HULU やスッキリで放送されたオーディション YOSHIKI スーパースター PROJECTX から誕生した13人組グループでこのうち5人はバンド活動も行っています2022年11月バンドのメンバーが決定された後ボーカルに選ばれていたモデル歌手の YOSHI さんがバイク事故で急逝その後 新たなボーカリストを募集し昨年2月末にデビューメンバー13人とグループ名が発表されました YOSHI が交通事故で急死去年 19YOSHIKI のオーディション企画でバンドのボーカル起用も YOSHIKI さんがプロデュースを手掛け地上波でもオーディションの模様が放送されたことでデビュー前後は大きな注目を集めたが BE FIRST や JO1 など他のボーイズグループと比べてメディア露出が少なく、徐々に失速した。グループの公式インスタグラムのフォロワー数は11万人、YouTube チャンネルの登録者数は6.3万人と寂しい数字となっている。手越祐也さんが加わり、再び大きな注目を集めることは間違いないが、旧ジャニーズ事務所からの対象をめぐるトラブルがあり。 現在も良い印象を持っていない人は少なくない。